瀬底浜の様子瀬底浜は沖縄県国上軍本部長瀬底にある全長約800メートルの海岸である別名訓里浜瀬底浜は瀬底島の西側にあり海岸から見て西側にはみんな島家島北側にはアクアポリス海洋博記念公園がある海の全面は水深1から2メートル広大な珊瑚礁の海であり 島の人たちの海幸の場であると同時に、夏になると、近隣や那覇、中上からの海水浴客で賑わう、海水浴場である。マリンスポーツとして、バナナボート、シュノーケリング、ダイビング、ジェットスキーなどが体験できる。浜の東方には3から4メートルほどの砂丘状になり、アダムやキマオウが植えられている。これは、日陰と、暴風、膨張。 ボーサリンとしての役割を果たしている。瀬底浜横、廃墟の様子バブル景気の時代に、瀬底浜付近にホテルを建設しようと計画が立案された。しかし2008年にリーマンショックによる金融危機に陥り、この計画を推進していた建設会社が相次いで倒産し、建設半ばのままこの計画はとんし、鉄筋等が剥き出しのまま放置されていた。しかし、 2015年に株式会社モーリトラストが、この土地を買収し、ヒルトンのホテルであるヒルトン沖縄セソコリゾート、ヒルトングランドバケーションのタイムシェアであるザ、ザビーチリゾート、セソコバイヒルトンクラブが建設されることとなった。ホテルは2020年7月1日開業、タイムシェアは2021年開業予定。将来的には本リゾートと沖縄チュラウミ水族館と、 合わせ、営業開始から5年以内に600万人以上の集客を見込んでいる。ありがとうございます。